結城優菜は勇者である。勇者部活動報告ラジオのショー。それでは皆さんからいただいたテーマメールを紹介しましょう、はい、今回のテーマはこちら。ピーズライブお疲れ様記念4人を癒す方法。今回のニコ生はビーズライブが終わった直後ということで、うん、私たち4人にもまだ疲れが残っているかもしれません、うん、もうダメ、もうやってられない。ああ頑張って。若すだってすっごい若いし一人だけ。はい、あのごめん、ちょっとお疲れ様でした。カレーカレーで、ちょっと、そこで今回はお疲れ様という意味も込めて、私たち4人がもう今もねちょっと、ね、今傷ついたしね。癒されるなぁ、癒されるなぁ、癒されたいなぁ。4人ともみんなね疲れてんのよ、癒されたいの。失礼しました。さあみんな私たちを癒してください。ではメールを紹介しましょう。まずこちらです。回答日部員からいただきました。ありがとうございます。僕はミモリンのことを想像すると癒されるので。わかる。疲れてると思えない雰囲気だったよ。皆さんも明日からもミモリンのことを頭の中で思い浮かべるととっても癒されると思います。だって一番疲れてる人だと思う。一番頑張ってたもんね、いっぱいね。そうだね。私、みもりさんのこのやつ見たら元気だ。あー、やったー、やったー、出たー、出たー、出たー。これさ、なんならさ、舞台袖でさ、うん、本人から教えてもらったんだよね。教えてもらった。ちょっと頑張ったけど、難しいんだよね。そう、あのね、でもね、ともよちゃんはなんか最後できたんだよね。できた。そう、いくよ。うん、お、ほら、こう、できてる、できてる。これが正解なんでしょ。そう、こうです。ドキドキ、ときめき。私その隣にいたのに最後までできなかったもん。できなかった、できなかった。おばあちゃんだけど、おばあちゃん言うな。まだその説明してないんだから。そうだよ、おばあちゃんの説明したい。おばあちゃん説明したいの。今のところミモリの話。ミモリさん、ミモリさん、ね、ミモリさんってうちうち可愛いよね。可愛いよね。ねえねえ、聞いてよね。ねえ、聞いてね。すごいよ、ミモリさんって。あんなにね、あのそれこそ出番が4回あってね、もうそれ前日までもいっぱいたくさん忙しかったと思うけど、いつ会ってもね、もうニッコニコキラキラの笑顔でね、もう絶対疲れたとか言わないし、それでね、もう全部笑い話その場を盛り上げてくれてね。で、私ね、ミモリさんと撮った写真ね、見て元気出してる。あ、みもりさんがね、ツーショット撮った。でね、私ね、終わった後みもりさんとちょっとね、LINE したの、お疲れ様みたいな。そのLINEもね、疲れた時に見てる。待って待って、ちょっと待って、いい？一個。え、あのさ、向こうから来たLINEを見てんじゃなくて、自分が送ったLINE見てる。みもりさんからもらったLINE見て、なんか私、パリネスとか、パリネスとか、ここでパリネス、こうこうこう。癒されるってなってる。恋に似てるね。私歌ってる間みもりさんと目合ったから。ねえ、待って待って、あなた誰に向かってドヤ顔してんの。それみもりさん私見て歌ってたから。多分ね、同じように思ってる人いっぱいいるかもしれないけど。いや、でも本当に本当にこの距離で目合ってたから。ほら、俺だしって。いや、私だよ。ほらほら、あのウィンクも私にしたの。これは嘘です。結果ね、ちょっとほぼ1名が、約1名が癒されたっていう感じかな。癒されたっていうよりかはすごくスイッチが入った。すいません、もう大丈夫です。はい、以上で、以上で。いや、でもね、すごく幸せそうなパルニャスを見て、私たちは癒されてたよ。癒されてた。よかった、結果癒されてよかったね。そうそうそう、よいじゃ。じゃあ他にも癒されるね、お題来てるみたいなんでいきますよ。にゃごやん部員からいただきました。ありがとうございます。皆さんお疲れかと思うのですが、ジェスチャーの出題者として大活躍され、特にお疲れのパルニャスを皆さんのジェスチャーで癒すというのはいかがでしょうか。ほうほう、サイレント東郷さん最高でしたといただきました。これをやったの、すごいよね。これ顔がもうそれだもん。特にね、なんかそのジェスチャーゲームで東郷みおりって出た時にこれやったらね、うん、なんかその顔を加わっただけで分かったって、うん、そう準備の段階で分かる。顎の角度で分かった。そうそうそう、来たって。私その時ね、自信満々にね、ビートたけし、ビートたけし。知らなかった、それは。そんなこと言ってたの。言ってたの。言わなかったわ。
そしたらみんなが、うん、じゃあ一発で東郷さんだって分かったよって言うから、うん、私めっちゃピートだけじゃんトムちゃんの角度からそう見えたんだね。だからね、あれなのよ、私たちさ結構頑張ったじゃない。だってそれぞれのね、パルニャスがさ、だって分かりやすいお題というよりかはさ、うんうん、キャラクターの真似をしてくれて、うんうん、それを私たち当ててたわけじゃん、うん、だから割と頑張ったなと思ったけど、ね、結果優勝できなかったじゃん。そうなの、結構僅差だったんだよね、あれ。でもあの範囲はね、やっぱ一個一個のお題に対して私たちが受けすぎたいや、面白いんだもん。そうなの、そう、ね、とりあえず一回笑ってから答えてたから、うん、確かに、なんか確かになんか答え来ないなって感じがね、あったね、うん、でもすごい、たぶん、それで私を癒してくれるの。あ、そうか、分かった分かった。癒してくれる。何のジェスチャー、どうしようか。みもりさんの真似するといい。ほんと、いいよね。みんなでやろう、みんなでやろう。あ、それか、あ、それか。なんだ、あとどういうことやってた。みもりさん、みもりさん、え、なんかこうやって、こうやって、こうやって歩いてたよ。あ、あ、みもりさん、みもりさん、あ、みもりさん、わかんない、わかんないよ。あとなんか傘さしてた。あ、そうだね。可愛かったね。あ、みもりさん傘さしてる。みもりさん3人いる。みもりさん、あ、みもりさん、あ、みもりさん、みもりさん、今 LINE 送るよ。あ、え、なんだろう、私も送るよ、私も送る。あ、みもりさん3人来る。3人のみもりさんから LINE 来た。あ、すごい、元気元気。あ、全部返さなきゃ。みもりのこと大好きだよ。私あれ送っちゃう、あれ送っちゃう。え、ココナッツ、あ、ココナッツ返し、ココナッツ返し返し、ココナッツいっぱい、ココナッツいっぱい、いっぱいココナッツ来た。癒されました。よかった。よし、癒されたね、うん、っていう感じですか。はい、OK です。はい、今回以上です。皆さん本当にたくさんのお便りありがとうございました。勇気言うのは勇者である。勇者部活動法